9月25日、JAF 徳島支部で交通安全を訴える啓発活動が行われ、警察や交通団体の関係者が参加しました。まずはじめに徳島中央警察署、室川交通官が挨拶。どうか皆様方のお力を借りして、一件でも事故を少なくできるように、共に頑張っていきたいと思います。これは秋の全国交通安全運動の期間中、毎年 JAF 徳島支部が行っているもの。街頭に立ち、通行中のドライバーへ注意喚起をすることで、交通事故撲滅への意識を促します。車を運転するドライバーに対しましては、歩行者優先という思いやりの気持ちを持った運転をしていただきたいと思います。特にこれからの時期ですね、日が短くなってよく周りが見えなくなりますので、早めのライト点灯というのを注意していただきたいと思います。秋の全国交通安全運動は9月30日まで。4月から着用が努力義務となった自転車のヘルメット着用や飲酒運転の根絶などを重点項目としています。